もこが金持っていこうとしてる。なんか参加者の人たちに、くれぐれも、その金品はもう本当にご遠慮くださいって言ってるけど、モコは騙して金もらうわ。理由はお得だから。これどうその日仕事でどうしても見れないから、選挙みたいに期日前スパチャさせてくれっ <laughs> 明日の18時から投げるから、じゃあお前期日前スパチャしてな、お前が。お前のスーパーチャットで、俺はじゃあチェックするね。あ、あの、ちゃんと動いてますね。 結局、総額いくらぐらいかかったか四五千万ぐらいでね。まだ払ってね。なんか、最終的に立て、あの、かさんだ。はは、万運どれだけできたにやらしてたんだよ。<laughs> でも、ああいう奴らが成功するんじゃない神経質になりすぎてると思うわ。披露宴の司会は誰がやるんですかいや、ちょっとみんなマジで言ってんの一人しかいねえだろ、もう。俺周りで披露宴の司会って。俺の口から言、ら言いたくない。 もう一人しかいなくない俺周りで、俺の結婚式の披露宴の司会できる人って。もうほんとぶっちぎりで一人。俺なんなら一番最初に決まったわ、その人。まあまあ、そう、そういうことよ。みんなのコメントにもあるよう、ね、に。<laughs> <laughs> みんながホワカマだね、とかいろいろ親しだろ、とか。あるとか、カマキリだね。千人がいた。配信千人。 うまくいくかうまくいく気がしてきたみんな。配信1000人が降臨しました。なるほど。カマキリだね。ブルースターの松本さんも来る。まあでも、配信には映んないけどね。スタッフ席。本当に仲いい方。これない人でビデオ出演とかいっぱいある、ね。に ?30 人くらいって言ったかな。そう、俺それでね、ネタバレしちゃったんだよね。幕末志士の坂本さん送ってくれたみたいで。あの僕もちょっと出ますよね、言ってたから。あ、送ってくれたんだと思って。 楽しみ。俺もまだ聞いてない。ほんと聞いてないから。誰一人聞いてないから。あ、参加者誰か来るか。ビデオは抜きだよ。会場に足を運んでくれる人ね。え、もしもの、ひもしも、え、ミャコ、ツバキ、ア大石正義、ドムハック、アタギ、えー、白坂さん、物語、木村、木村さん来んのかよ。で、アツ 黒人ゲロ、セラミカル、スモモ、これこれ、石川のりゆき、横尾山みどり、ピョコタ、モコウ、カモノハシ、ハンジオニア、DJ、フォイ、石田、遥、スパイギア、シャカスタヌ、トンちゃん、ウララ、むこう、かいクン、ユユータ、ヨシナマ、キョちゃん、ダソク、ユフナ、ショコ、シンスケツ、ハスチクノボ。かな。多分これで全部、だと思う。<laughs> プラス、なんかその、ビデオあ、マリオさんえ、マリオさんいるよちょっと待って、マリオさんいるよあ、来れなくなっちゃったんだ。あ、なるほどね。 そっか、マリオさんは、じゃ、グッズで、あの、パッカー作ってくれたから。<laughs> ブライアンは来れなくなったんですか <laughs> もう来るものとして。みんなの中でブライアンはもう来るものとして数えてたの <laughs> 結婚とかマジで出せんな。普通にがっかだ <laughs> <laughs> 安心したよ、今日も。YouTube の。 お前らはお前らなんだなって。俺がこんなに、あの、いそいそと生きてるのに、みんなはみんななんだなと思った。<laughs> おいじゅみやこには何も言われるが、はっきり気持ち伝えるよ。まだ間に合うぞみやこさん、俺たち。もう取り返しつかないぜあさってまで行っちゃったら。ちょっと待ったしてなちょっと待ったでもだ、ま、だめだ。みやこさんバカで右と左が分かんないから、ちょっと待ったっあのどっちやがっていいか分かんないから、だめだ。俺たちは、結ばれない運命だ。 多だかかららいこさん真面目なな話ののとニニコニコのバブルから見てるけど遠い存在になっちま結婚しただけで。<laughs> 結婚しただけで遠い存在になっちゃう。あの、一個だけアドバイスしようけど、みんなも全然できるんだよ。お前たちがしようとしてないだけで。ひろゆきですら結婚してる。加藤淳一と横山、横山見てると、ひろゆきですらけできる結婚っていうのをみんな、本当に頭の隅に置いといて。 加藤純一でもできる、横山緑でもできる、西村博之でもできるものが結婚なんだって思ってて。博之 <laughs> が加藤さんは頭おかしいのですぐ離婚すると思いますよって気に抜けてきた。<laughs> <laughs> <laughs> ちなみに俺1個出たまのする。ひろゆきさんからはビデオレターもらってるはず。<laughs> 俺がひろゆきさん絶対ビデオちょうだいって言ったから。多分頼んでくれてるはず。なんて言ってんだろうな。言ってねえだろうな。 カトさん離婚すると思いますよ。言ってそう、マジで。マジで言ってそう。どうするハトみたいな顔して言ってたら。いや、カトさん離婚すると思いますよ。おめでとうございます。って言ったら。現場からは以上です。